形取っちゃっていけないんだ。これいけないんだやっぱり。これはほんの出来心で。あ、すごい。私、夏希お姉ちゃんの妹でゆりなって言います。あ、こんにちは。もしよろしければ私と麻雀しませんか。いいじゃない。 3P と 3P 望むところよね。始めるよお兄ちゃん。俺のことお兄ちゃんって呼ぶんだ。お姉ちゃんの友達っていう感覚だったはずなんだけど。いやー遠いなー、微妙。なんでこれ嘘なんだろう。これは老僧が来るってことなのかな。じゃあローピン切っとこうか。食いたんか。いやこれね、老僧が来てるからローピン来ると思うんだよね。これ3分待ちとかにして、ここでいいんじゃない。あ、なんかテンパイしそう。急走かな。さすがにダメかな。サブロー9番だよ。俺にずっとす、いやーこの運送が俺を悩ませたな。あ、リーチリーチリーチ。いや俺ね、これカンチーズ、カンカンローソーでいくわ。さすがに何か意味がある気がするんだよね。運送をここで積もらした俺に嘘を持ってこさせた。見てくれ相手の老僧の数。ありがとうございます。意味がわからん。じゃあ俺に嘘を持ってくんだよ。始めるよお兄ちゃん。始めようぜお姉ちゃん。絶対間違ってる。世界観合わせようとしてミスった。いいシャンテン、いいシャンテンです。テンパイリャンウースピン、リャンウーピン。いやこれめちゃくちゃいい。リーチピンフ後継、しかも流行り、流行りっていうかまあ純粋に。え、ちょっと待って、リャンウーピンだよね。よしよしよし。いやさすがにね、追っかけてきたって。これは振りほどける。俺の方が強い。テンパイ、なあこれ。テンパイ上がらせえや、ボケや。チンピラ、ジャンソーにいるチンピラ。始めるよ。上がらせえや、ボケけ。ダブリー来たー。楽しくなってきた。やっぱダブリーよね。このゲームといったら、代名詞はダブリーよ。ダブリーから一発すもまでやんないとやっぱり楽しくないよな。さあ、いいシャンテン。いや違うな、これで。待ってました。怖っ。待ってましたって、それもう振り、え、ダメじゃないそれ。三味線が激しすぎない。全然テンパんなかったし、チュンも出ないし。ダブルリーチ。かなりの牌が埋まってるんだよね、おそらくね。2万の時多分山2つ分多分消えるんよ。始めるよ、お兄ちゃん。まあ、致し方ないかな。出た。楽しい？ダブリー楽しい？このやっぱ感覚わかんないからさ、そのダブリーしまくる感覚。ダブリーしてて楽しい？ふん。いいよ。全然気にしてないわ。ダブルリーチ。だって俺 A ボタン押すだけだもん。画面暗転しても A ボタン押すだけ。ありがとうございます。そしてありがとうございますって言われるんだから。ひよこにもお礼されちゃって。何羽いた今ひよこ。何羽いた今ひよこ。意味不明なぐらいいたよな今。次ひよこの数でも数えとくか。暇だし。カンちゃん多すぎない？もういらんバトン。面前でやらせろ、面前で。なるほど、ここでスーピンか。
日頃の三式があるんだよね。三蔵から切ってっちゃえばいいんだよ。まあリーチは来るよね。いずれは来るさ。まあこれ嘘でできるんじゃない。しごろ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 差しご来たから、まあパーソー切ってけば、あーじゃあチーピンいらんな。打ち回して、いや暗装じゃない、さすがに。これチーしとこうぜ。で、両層切りで天杯。サブローワンマッ、サブローピン待ち。ロン。くっそ。やったー、ごめんね、お兄ちゃん。マジかー、うまく立ち回ったけどなー。いや、うまく立ち回ったように見えたけどなー。始めるよ、お兄ちゃん。何切りだから何合わせようか。そんなこと言ってる間に不要牌が何とペーだけだったじゃん。もうそうなってくると無双はチーしてられません。いいピンかな。チュンランチーソーいいソーかな。6、7、8、5、8、パーワンかな。さあさあ、さあ、トントントン。トン二つ。このトン二つ。切ることできたら。リャンウソで、レンタンピンだぜ。タンヤをついてね。しかも、一発。リーチ、ピンフ、ドラドラ。リーチ、ズモ、ピンフ、ドラドラ。やったぜ。裏つけば跳ねまん。うわ、跳ねまん。リーチ。一発、ツモ、ピンフ、ドラ、サン、最高です。最高です。そうか、一発ついてんの忘れてた。ごめん、飛ばしてた。すいません、ほんと。皆さん、脱衣シーン楽しみにしてた方々、本当に申し訳ありません。脱衣麻雀で脱衣シーン飛ばすという、大失態をしました、今。まあ、しかし、一つ言えることは、全パート見ていただければなと思います。さあ、これで、老朽ピン待ちです。追いついた。俺も、お前のスピードに追いついてた。今まで確かにお前のスピードについていけなかった。何が起きてるかわからなかったよ。ただしかし、俺もこの数年で鍛え続けた。お前が何してるか見えるぞ。見えるぞ。イーペーコー、ドラ1、マンガン。ふん、強い。強くなってしまった。これ以上は絶対見せないから。かわいい。次リボンでしょ。知ってんだ俺。次リボン脱ぐ。ちょっと危なくなってきたかな。そうでしょう。危ないと思ってる時にはもう手遅れだったりするんだぜ、ベイビー。チーしてないです。チーしてないです。あ、まずいです。これもまずいです。あー、なんかチーしました、また。いや、ちょっとこれ A ボタン押すタイミングか。あー、すごい、またチーしたんだけど。あれ、でもタイヤをつけれるぞ、これ。なんだこれ。はぁ、よかった。上がれるかどうか自信がなかったんだ。いや、むちゃくちゃだよ。リーチ、ちょ、 A ボタン押させるタイミング悪すぎる、このゲーム。ちょっと危なくなってきたかな。まず、うっふぅ。出た。上がれるかどうか自信がなかったんだ。絶対上がれるから大丈夫だよ。一発ツモ。何これ。あ、老朽ピン待ちか。アリアンメンのね。ちょっと危なくなってきたかな。アリアンメンか。いやー、バカったな今の、マジで。あ、本質つきそう。ポンしていけば、おのずと本質つくぞ。リャンピン？ウーピンか今の。ポンしちゃおうか。
まあ、一品切って。ニャンソー、3話。あー、捕まった。いやー、かわいそう。いやー、勝てそうだったな、今の。いや、強かったな。上がりたかったな。ちょっと危なくなってきたかな。危なくなってきたってさ。この不要牌を4枚切ってる時にリーチ来るよ。ほらね。ほら。ほら来た。知ってるから俺。君がリーチするたび。はぁ、よかった。上がれるかどうか自信がなかった。遊びがなくなったな、突然こいつ。こいつ突然遊びがなくなったわ。ありがとうございます。殺しに来たわ。恐ろしい。殺意がすごい。ちょっと危なくなってきたかな。危なくなってくると、いや、笑けるんだけど、このリーチの速さ。負けない！ 9 ワンチューン。めちゃくちゃ強いリーチ。普通なら。だけど、相手のこのツモ力には負けるから。上がれるかどうか自信がなかったんだ。こうだ、脳天、だからリーチしてない敵には、めちゃくちゃ強い9ワンチューンなんで、リーチ。流行りだけど、もう話にならん。ちょっと危なくなってきたかな。相手がテンパイしてる以上は、何の意味もない。さあ、イーシャンテン。イーシャンテンじゃない。ヤンシャンテン。これでイーシャンテン。強いぞ、しかも。ハンしたらどうなる？ダメだね。スーチーローソン。ダメか。いや、待ち悪くなかったし、相手の捨て牌から。自信がなかったんだ。いやー、絶対あると思ったんだけどなー。いや、敵持ってない感じがしたからさ。いや、これ山にめちゃくちゃあるぞと思って。ダメだったか。10枚以上あると思ったんだけど。それでも引き合い負けちゃうんやな。ちょっと危なくなってきたかな。やっぱ相手のツモ力半端じゃないからね。ツモ力って何なの？聞いたことない単語だけど。聞いたことない数値化だけど、これ。いやー、シャアだな。さすがに。さあ、イーシャンテン。全然イーシャンテンじゃなかった。嘘かな。いや、致し方ない。全然いいと思う。これ、泣いといて、白待ちにしとこうか。あんまりやらないけど、これ別に、その、パワー1とか来たら、別にパワー、Q1 切って、振り点。ボウ！いや、痛すぎ、この振り点。これ、老朽粗末にしようぜ。いや、もうしょうがない。もうこの振り点はマジで、激痛だったな。いや、でも、まあ、しゃあない。今、俺はリスクを背負って上がりに行ったわけだから、まあ、ちょうどリスク、ちょうど来たっていうだけで。別にそんなに悪い麻雀打ってない。なるほど。本なんか知らんないでしょ。いや、まずいね。
一。来たけど、ツーピン切って、ペー白だけど、ペー一枚切ってるでしょ。いや、白あるかなぁ。あれば幸せ。はぁ、よかった。上がれるかどうか、自信がなかったんだ。勝てませんね。勝てません。マジで強い。強いって言うんかな。やばい。危なくなってきたかな。いや、強い以外の言葉がねえわ。強いわ。なんか揃った。これはもう食っていけるぞーって。食っていけますよーって。ただインシャンテンですよーって。花瓶はいらないですよーって。放送発。ああ、やるわ。はあ、よかった。上がれるかどうか、自信がなかったんだ。やる。リーチ。ありがとうございます。ちょっと危なくなってきたかな。危なくなってきた？いやー、ハイパイ悪っ。ハイパイ悪いときは、ツモで挽回させてほしいんだけど、ツモも悪い。何もかも悪い。さあ、しかし、イーシャンテンまで持ってきた。巧みなハイさばきで、イーシャンテンまで持ってきたぞ。宅配で。ドゥルドゥドゥ上がれるかどうか自信がなかったんだ。リーチからツモの流れが素晴らしく素晴らしいな。こいつはありがとうございます。たまりませんわ。たまりません。ちょっと危なくなってきたな。たまらないけど、俺はやっぱり麻雀好きだから全然飽きないもんね。やっててふざけんなよとは思う。確かに。いや、ふざけんなよ、とは思う。ありえるか、そんなの、って。とは思うよ。とは思う。あー、チーソー待ってください。いやー、もう、白も待って、もうダメだ、これ。もうダメだよ。ちょっと上がりほうき、上がりほうき。あ、ポン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 できた、ポンできた、ポンできた。え、こんなことあるんだ。いやー、チーソーあればテンパイだったじゃん。上がれるかどうか、自信がなかったんだ。いやー、ちょっとね、操作ミス、ここに来ての操作ミスは、心に来るぞ。ありがとうございます。そしたら、ツモ版も変わるしね。ツモられてないわけですよ。だから、数ワンで上がってたじゃん。うわー、勝ってたのか、今のは。やばいなー。ちょっと危なくなってきたかな。いやー、ちょっと落ち着いて。マジで操作ミスダメよ。操作ミスダメよよよ。操作ミスで死んじゃうよ。操作ミスだけ気をつけてゆこう。チーソーかチーピン、どっちが来る？チーピンの方は来そう。Q1 がここで2枚くる。ハツかチュン切って、あー、チーソー来たか。マジか。そうか、俺はこの2択をミスり続けるんだろうな、これからの人生。脳天よかった。ちょっと危なくなってきたかな。お互い脳天なら大丈夫。二択ミスってるよな。二択にミスると俺は死ぬぞ。俺が二択をミスると死ぬ。向こうはなんてことない。命の差に、命に重さがあるんだ、ちゃんと。人によって重要性が。さあ、イーシャンテンだが、イーシャンテンだが、C。あ？
何層待ちです。ローピンが来た時だけだな、考えれるのは。いや、もうこれはしょうがない。ザして死を待つ。俺は両層と共に死ぬぞ。来た、これはありえる。ローキューピン、ローキューピン来た来たっつった、あいつ今。勝てない。はあ、よかった。上がれるかどうか自信がなかったんだ。そうなんだ、リーチ強いね。ありがとうございます。強いですね。ちょっと危なくなってきたかな。リシャンテン、いや違うな、リャンシャンテンか。まあ、三族切っていこう。いやー、ちょっと待ってくれよー。あと一点なんだよ。イーシャンテンなんだよ。いやー、マジかよー。はあ、よかった。上がれるかどうか、自信がなかったんだ。マジか、ウーピンの方だったら生きてたのかー。いや、二択ミスりまくるなー。ありがとうございます。二択に負け続けてる、今。いやー、さすがに T1 かな。え、E ピンでいいと思う。3ピンがもう切れてんだろ。さあ、イーシャンテンじゃないね。リャンシャン、いや、イーシャンテンだ。おー、めちゃくちゃ光景だ。ウーピー、ウーパーピンで、ウーピーピー、ウーピーピーで、ウーピーピーの、ピーピーの、これリータンで、リータンウーピーの、イーパー、イーパー2、リーパー2、通毛の、ウーラードーラが、ノーラーない。一発、ツモ、タンヤオ。やっと勝ったぜ、こいつ。マジで強かった。また負けた。やっぱりお兄ちゃん、すごいや。かわいい。でも、ここまでですよ。私も本気出しちゃうから。あれ？この子ずっと戦う感じ？もういいよね、別に戦わない。最初サイコロ振るの全く意味ねえから。これちなみに、ただこの雰囲気を味わうためにサイコロ振ってるだけで、ずっと相手が作ったわけわかんねえ山から引かなきゃいけないんだから。さあ、いいし、これすげえいい、これすげえいいぞ。ドラ含みでこれめちゃくちゃいい。相手がリーチしてること以外は。チー。ローピン、チーピン切っていこう。いや、これはさすがにトン。ポン！テンパイ、スーチーソー。これは、強いぞ。え、来たんじゃない？俺が、ついに、相手の先りに対して、勝つ日が、来たんじゃないの？やったぜ。夢だったわ。夢を見ていた。そろそろユリナも本気を出しますよ。そんなわけなかったわ。勝てるわけなかったわ。カンちゃん嫌ってこうかな。カンちゃん嫌うにしてもあれだな、キューピンからだったな。まあ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 。もう少しで見られちゃうところだったよ。もうちょっとで見られちゃうところだった？もうあれだよ。ありがとうございます。パワー使ったら一瞬だよ。今、ヒヨコ何匹いた ?10 匹いた ?11 匹いた？ユリナも恩恵を出しますよ。あー、来た来た。ヒヨコの数数えようぜ、絶対。それぐらい楽しみなければやっていけない気がする。これはさすがに。ポン。ポンしてきた。クイタンか。リーチ。キューピンパーソ。何するの？
なんかちょっと上がれない感じする。シャンポンなんて俺しばらく上がってないよ。あれ、キューピンはいらないから。おー来た、よし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 。兄ちゃん本当に強いんだね。シャボ待ちなんてマジで上がれてないのに、久しぶりに上がったな。ザンク、リボンでしょ、負けちゃったよ。リボンでしょ。遊んでくれてありがとう。またお相手していただけませんか。なるほどね。次回までにはもっと勉強しておきますから。リボンで粘ることしないんだ。今回主役じゃないから。嬉しそうですね。それでは夏希さんのお部屋にご案内します。それ今女二人の裸見れたからな。それは嬉しいよ今。はい、開いてるわよ。夏希買い物から帰ってきたのか。